ほんまに炎上するって。明星、一定ちゃんに納豆をぶち込むちょい足し5秒。皆さんごきげんよう。今回はカップ麺アレンジレシピシリーズです。これまで私たちはネット記事を読み漁り、様々なカップ麺アレンジを試してきたわけですが、勘のいい皆様はこう思っていたことでしょう。そう、一平ちゃんに何をちょい足ししたら美味しいのか。そもそも一平ちゃん自体出来上がりが最高なわけで、アレンジしなくてもいいじゃないかと、アレンジを試みた視聴者はどれぐらいいるんでしょうかね。もし、いたならばコメントで教えてください。一平ちゃんは1993年に明星食品が、一遍食べたらやめられないをキャッチフレーズに発売したカップラーメンで、現在は一平ちゃん夜店の焼きそばを主力商品としています。1995年に発売された一平ちゃん夜店の焼きそばは、特製マヨネーズ付きのカップ焼きそばとして人気を博しています。実食。ソースと納豆のうまさが絶妙に絡み合ってめっちゃ美味しいで、コスパ最強、やみつき間違いなしや。ドゥリシェス、ごちそうさま。